はい、皆さんこんにちは、バヤシーズクリエイターズです。今日はですね、4月15日ということで415系の電車のペーパークラフトを作っていきたいと思います。ただですね、415系普通に作っても面白くありませんので、今日はこちら、はい、わかりますでしょうか。知ってる方はね、なかなかマニアックな方、鉄道の詳しい方だと思いますけれども、わかります、はい、これですね、 JR 九州の415系ヨカトピア号というですね、ラッピング電車ですね、なっております。ヨカトピアはですね、確か福岡市ので、開催された、1989年ですね、開催されたアジア万博っていうんでしょうか、地域万博の一つでして、ちょうどですね、私もちょっと福岡の地理は詳しくないんですけれども、埋め立て地区を使って開催された万博、アジア万博なんだそうです。でですね、このヨカトピアを、宣伝するためのですね、電車があちこち走っていたそうで、この415系 JR 九州のね、所属する415系を使ったラッピング電車がですね、当時走っていたそうです。はい、ではね、いつものようにまた底板から貼っていきます。時期がですね、1989年ということで、平成元年でしたか、元年から2年ぐらいですね、それぐらい。今がですね、令和2年ですので、2020年ですから、約30年以上前ですね、に走っていた電車になります。今のようにですね、デジカメいっぱい撮れるですね、写真のいっぱい撮れるデジカメもありませんし、もちろん FNF なんかもありませんでしたので、なかなかね、残ってるで写真っていうのは少ないんじゃないかなと思います。私もね、ネットでいろいろ調べまして、はい、小さく写ってた電車の写真なんかを参考にしながら、ちょっとね、想像混じりになってしまうんですけれども、組み立て展開図を仕上げました。側面のですね、波の模様がなかなか面白いデザインの電車ですね。で、あとですね、ちょっと印刷になると潰れてしまってるんですけれども、ヨカトピアのロゴですね、ロゴって言いますか、マスコットがありまして、なんかこれがですね、本当かちょっと私も調べきれてないんですけれども、漫画家の手塚治虫がデザインしたキャラクターなんだそうです。はい、ここですね、接着します。はい、こんな感じですね。で、次、中間車ですね。でですね、これちょっと私もハマったところがありまして、中間車がですね、どうやら違うロゴが、ヨカトピアのですね、マスコットではなく、ロゴが貼られていたそうで、急遽ですね、さっき作り直したんですけれども。あくまでマスコットキャラがですね、描かれているのは先頭車だけ、両端のですね、先頭車だけになっていたそうです。ちょっと切れてないので、ここだけ、はい、でこちらもですね、中間車については四角い箱ですので、特に難しくもなくさっと作れるんじゃないかなと思います。
両端ですね、のり白の部分も折っていただいて、こっちも折っていただいて、で組み立てもですね、底板の部分にのりを塗ります。ここはね、のりではなくって、例えばテープのりとかですね、両面テープを使っていただいてもいいかなとは思います。ただ水のりに関してはね、ちょっと紙がボコボコっとよれてしまいますので、できれば避けた方が無難ですね。使うのでしたら、使われるのでしたら、例えば木工ボンド、紙用のボンド、ハンドクラフト用のボンドっていうようなものですとか、汗先使ってましたスティックのりですね、少し固めの方がいいかなと思いますけれども、スティックのりを使っていただくのと、はい、しっかり貼ります。スティックのりを使っていただいたり、テープのりとかですね、まあ、ともかくですね、あくまで印刷物ということですので、できるだけ水気の少ないね、接着剤を使っていただいた方がいいかなと思います。あとですね、よく言われるのが紙ですね。コピー用紙ではちょっとインクに負けてですね、これまたヨレヨレになってしまいますので、例えば私使ってるこれマット紙ですね。でね、その高い光沢紙とかは不要なんですけれども、少し分厚めのね、厚紙と言われるもの、ペーパークラフト用紙ですとか、フォトマット紙までいないですね、ちょっとしたマット紙っていうような部類の紙を使っていただくと、綺麗に印刷して仕上がると思います。はい、で、ディップのように連結フォローですね。はい、あ、ちなみにですね、あのパンタグラフとクーラーについては、動画の尺の関係と諸事情により省略いたしております。はい、ではですね、こちらつけます。はい、連結フォロワーですね、ちょっと取り付けが少し難しいところもあるんですけれども、塗り代をね、はい、用意しておりませんので、紙の断面ですね、断面のところにボンドを持ってつけていただいてから、連結の扉部分に貼ります。多少はみ出てもですね、木工ボンドでしたら透明になってくれますので、あ、こんな感じですね、木工用ボンドでしたら、綺麗にね、透明になってくれますので目立たなくなります。こっちもですね、さっきと同じように折れ線を、切り筋を入れていただいてから、順番に、はい、折っていきます。はい、でですね、折ってから、またさっきと同じようにボンドを盛りまして、塗るというか盛るという感じですね。で、またいつものように、はい、乗せて貼り付けます。ボンドをね、多めに持ってますのでね、乗せた段階ではカッチリとつきません。ですからね、こうやって指で位置の調整がね、できるんですね。調整ができましたら、ちょっと強めに押さえてあげると、そこで固定されます。あとはしっかり乾くの待つだけですね。はい、ではこれでですね、今日は JR 九州415系ヨカトピア号を作ってみました。少しレアなラッピング車なんですけれども、よかったら皆さん、ご存知の方、ね、いらっしゃるか分かりませんけども、よかったら作ってみてくださいね。はい、今日はありがとうございました。